えー、宮迫さんの、えー、件どう思いますかこれ宮迫さんの件なんですけど、実は皆さん、これ多分これ責任持たないよ。責任持たないんですけど、3000円をおそらくですよ。これみんな誰でも3000円を稼げるチャンスがあるんですよ。責任持たないですよ。もし負けても怒んないでくださいね。で、それ何かっていうと、海外の B ベッドっていうですね、スポーツベッドとかのね、サービスがあるんですよ。 で、よくスポーツとかでどっちが勝つかにお金をかけて、で、勝ったら倍率によってお金がもらえる。まあ一応日本ではね、そういうのってダメなんですけど、海外では合法で、まあ一応日本人も利用しても別に法,法律的にはまあ問題がないっていうようなサービスなんですけど、そこでですね、なんと、牛宮場が3月1日にオープンするかどうかっていうですね、今、賭けが行われてるんですよ。で、ここにも書いてあるんですけど、30ドルがまあ上限金額。だから要は、えー、日本円で約3300円ぐらいをしか賭けることができないんですけど、3月 1> 1日にに本当にオープンしたら、えー、と倍つまり、約3000も変あります。で、もし、オープンしない方にかけたら、1.6倍なんで、2500円とか、それぐらいですかね、ぐらい稼ぐことができる。 これに関して僕はオープンすると思うんですよ。オープンすると思うんで、視聴者の方には責任は取らないんですけど、3000円ぜひ勝てるんで、やるならイエスにしてほしいなと思ってます。はい。で、牛宮城さんの件についてよくね、見解を聞かせてくれっていう声が結構あるんで、簡単にですね、説明したいと思います。で、そもそも牛宮城がなんか成功しないって言ってる人が僕はあんまりよくわからなくてえ、まずね、牛宮城さんってね、知名度があるんですよ、そもそも。あれだけヒカルさんとかウィンウィンウィンとか、宮迫さんのチャンネルで取り上げ って牛丼って今一番有名な焼肉屋さんといっても過言ではないぐらいのまず知名度があるんですよ。そこがもう普通のね店と違うんですよ。もう普通の店がまず知ってもらうところから始めないといけないのに牛丼さんはそもそももうめっちゃ有名なんですよ。でその上でじゃあ次に味がうまいかまずいか。 ですね。味が次オープンしてうまかったら、それだけ有名な牛牛場さんが美味しい味の店ってことで、みんなにまた知ってもらうことができるんで、あ、これもう無条件で成功すると思います、これは。で、次、えもし万々が一、また味がまずかった場合に、またこれ失敗するとか素人だからなんたらとか言う人がいるんですけど、そういう人はあんまり経営のことがぶっちゃけ分かってなくて、成功するか成功しないかのベッドがあるとしたら、成功するにほぼ、えー、全突破します。で、なんでかっていうとですね、もし味がまずかったとしたら、 経営者だからじゃあその人を辞めさせて美味しい味の焼肉屋さんを作れるメニュー開発ができる人を雇えばいいんですよじゃあどうやって雇うのってそれだけ youtube で知られたからじゃあ俺だったら宮迫さんのためにやりますよって人絶対いると思うんですよねで雇ってやらせるそういう風に味が美味しくなるまで任せる人をちゃんと見極めて任していけばいつかは上手くなるんですよ諦めなければやりきれば 心が折れなければね。だから絶対ね、普通に考えて、本当にやりきればうまくいくと思います。はい、条件は揃ってるんで。ただ、ただ、 ただただただ、えー、すごく問題なのがですね、意思決定ができないっていうのはあると思っていて、まず、あのお店の半分は若林さんって人が株を持ってるんですよ。だから、宮迫さんのお店では厳密に言うとないと思うんですよね。だから、宮迫さんが主導で経営をしているように思えるんですけど、少なくとも権利は半分は若林さんって人が持ってるんで、そこを変えないと僕はいけないと思うんです。なので、味がうまいかまずいかみたいなことをみんななんか一生懸命議論してるんですけど、そんなのは、ぶっちゃけどうでもいいんですよ。それよりも、資本関係、この株の問題 後にに自分の首を絞めるることにななんじゃだから僕はその経営者として見た感じスタートラインが違うだからビジネスっていうのは競争優位性の戦いなんですよ競争力がいかに持つかなんですよで牛うじは競争力あるそれ何知名度絶対的な競争力あるんですあとはうまいかまずいかどっちか、はい、そこを突き詰めてやりきればうまくいきます絶対 100%で、僕は純粋にマジででで応援してるんですよなんで,でかっていうと、あれだけこうビジネス的なそのドキュメンタリーっていうか、再生までの動画を撮って、4年広めてることは、僕は経営者として、本当に宮迫さんありがとうって、実は思ってます。なんでかっていうと、僕、このチャンネルやってる理由としてもそうなんですけど、かっこいい経営者を増やしたいのと、やっぱ経営者って素晴らしいよ、無限の可能性あるよってことを知ってほしいんですよ、本当に。経営者って最強に楽しいし、マジでいいんで。ああいう動画を見て、遊具場が成功すれば、経営者ってすごいんだなとか、あ頑張れば自分もできるんだなって人が増えると思うんですよね。 があるると思うし経営者の価値を上げるっていう意味ではすごく貢献してくれてると思ってるんですごく感謝してるんで、まあ、その場合によっては僕全然手伝ってもいいと思ってますはいもうなんなら僕働いてもいいと思ってますはいまあそれは迷惑じゃなければですけど優遇上さんのために成功するんだったら少しでもお役に立ちたいなって思ってますそれぐらいね本当意味のあることをやってると思うし最後成功したら終わってほしいし絶対あれ失敗しちゃうとビジネスって難しいなと思って日本で起業する人減っちゃうと思うし僕はそういう意味ではすごく応援してるし実は結構見てます、はい もし必要があれば、僕、全然あの体張っていくんで、あの手伝う,ってうんで言ってください、はい、余計なお世話じゃなかったらなんですけど、はいでもそれぐらい応援してます。はいうん